水素への期待が高まっています。科学者や政治家、投資家だけでなく、なんと石油企業でも話題です。今回は水素の重要性を解説します。気候危機に対処するためには化石燃料の使用をやめる必要があります。幸運にも解決策はすでに存在します。節エネや省エネを進めつつ、残りのエネルギー需要を無尽蔵な再エネ、主に風力と太陽光で賄うという方法です。現在世界のほぼ全域で再エネは最も安価な電源になっています。しかし化石燃料から電気への切り替えができない場合もあります。国際運輸や航空などではケーブルや電池が使えません。また製鋼や化学産業などでは工程でかなり特殊な反応が必要となります。こうした用途に限ればグリーン水素は最適です。再エネを原料とし、大量のクリーンエネルギーを貯蔵し移動できるからです。水素の製造方法は色分けがされています。ここは混乱のもとになる部分なので、しっかり確認しておきましょう。グレーまたはブラック水素では、化石由来のガスや石炭を蒸気と組み合わせます。この製造方法は現時点で最も広く採用されていますが、大量の CO2 を排出するため全くクリーンではありません。化石燃料ロビー団体は CCS という技術を使えばCO2 を回収し地中に貯留できると主張し、これをブルー水素と名付けました。しかし化石由来のガスは製造過程でたくさんのメタンを排出するため、ブルー水素はガスを直接燃やすのと同じくらい気候に悪影響を与えます。そのためこれも解決策にはなりません。水を電気で分解し水素を作るという方法もあります。電気分解です。ここで重要なのは電源です。ピンク水素の電源は高リスクな原子力です。これでは毒性の高い排水を何千年も安全に保管する必要が生じてしまいます。グリーン水素の電源は主に風力と太陽光からなる再エネです。現在の生産量は水素全体の 1% にも満たないですが、真にクリーンで持続可能になり得るのはグリーン水素だけです。もし水素を使う必要があるならば、グリーン水素を使うべきです。さらにグリーン水素でも持続可能な形で作られ、公正に取引されたものを使うべきでしょう。より詳しい情報はこちらです。